大大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 大エース平健太郎プロ初カップ勝利イエーイ。はいどうもベントスコーラと何度でもでございます。本日も DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。ヤクルトとの3連戦ですね。昨日ちょっとね悔しい逆転負けをしてしまいましたので、本日ね勝って勝ち越しを決めていってですね、首位広島に食いつらいつらいついていきたいという試合ゲームだったんですけども、結果を申しますと見事0対3という形で勝つことができました。これでね平健太郎選手のプロ初完封というところになりましたので、広島今日ね勝ってしまったんですけども、まだまだ2ゲームという位置にねついておりますので、優勝を目指してどんどん勝って、高みを目指していきましょうというゲームでございました。ということでいつも通り選手活躍というものを見ていきましょう。選手活躍の方はこんな風になってます。いやもう本当にねまず打線の方なんですけども、まあヤフーレ選手っていうところでね、1回目の試合は見事に抑えられて、前回の試合は打つことができてね、久しぶりの対戦というところになったんですけども、まあまあ要所要所は本当に抑えられたのかなというふうには思います。まあその中でもね、やっぱり特にやっぱ素晴らしかったっていうのは、今日やっぱ関根選手なんですよね。まあ関根選手ね、今日8番でレフトで出ていて、まあ今日は多くやっぱ広田選手も左、1番の梶原選手も左っていうところで、まあヤフーレ選手ね、対戦第一見ていっても、右はまあ1割8分ぐらいで抑えてるんですけども、左はまあ3割1分ぐらい、打たれてるっていうところのデータがあるので、まあまあ休養日も兼ねてね、大津選手とかを、外してですね、左を並べてきたっていうオーダーを組んだのかなというふうには思うんですけども、まあ関根選手ね、今日ヒットこそはなかったんですけども、私の見た中でも5個ぐらいはね、やっぱファインプレーがやっぱあったんですよね。まずは村上選手の二塁打を止めるっていう場面もそうですし、で西川選手の二塁打を止めた場面とね、あとレフトで、すごいね、やっぱ好守備というところがありました。本当に今日はね、平選手のピッチングっていうのももちろん素晴らしかって、が、間違いなく平選手の実力だったのかなというふうには思うんですけども、やっぱこのね、レフトが今日は関根選手じゃなかったら、今日完封っていうのはなかったのかなというふうには思うんです。ほんで、下手したらね、今日レフト関根選手の方、負けてたんじゃないですかね。もうそれぐらいの展開もあり得るのかなというふうには思うので、まあ、平選手ね、まあ、抜けていても粘り強いピッチングができてないのかなとは思うんですけどね、やっぱ6回、7回ぐらいで下がっている展開になってたのかなというふうには思うので、今日は本当に間違いなくね、関根選手が影のヒーローというか、まあ本当にね、もう守備で本当に非常に貢献してくれた一人だなというふうには思いましたので、素晴らしい本当活躍をしてくれましたよね。やっぱレフトの守備ってね、結構軽視されやすいんですけど、やっぱ大事ですね。もう今日の試合見て、もう思いました。まあ、あとはですね、やっぱ梶原選手、今日久しぶりにね、1番のスタメンだったんですけども、まあ、ライト前ヒットとデッドボールというところで2出塁で、1番としてのしっかりね、役割を果たしてますし、渡来選手もね、1打席目、長岡選手、ファインプレーされたんですけども、だから最終打席できっちりヒット打ってるしね。あとは嬉しいのはやっぱ佐野選手ですね。佐野選手ここら辺でやっぱり試合でね、やっぱり非常に打率というところを上げて、好調になってきてるんですけども、まあ今日もですね、2打点、1打点か。長打、ツーベースヒットっていうところも打ってくれてるし、タイムリーも打っていますので、これで2ヶ月ぶりの、3安打猛打賞という感じになりました。ここからもね、もっと調子上げていってほしいですね。マキ選手もタイムリーツーベース打ってくれているしね、宮崎選手もツーベース、桃選手もね、盗塁させた場面と、右方向へのバッティングがありました。京田選手もね、ヒット出なかったもののね、セカンドゴロの間の1点というところがあったしね、関根選手はさっき言った内容でございます。本当に皆さん素晴らしい内容でございました。もうピッチャーの方はね、もう言うことないですね。もう今日は平選手ね、昨日の私動画の中でもね、まあ、投げても僕が5回、6回ぐらいかなと思えるところもあったので、中継ぎ陣連投続いてて、苦しい状況になってますので、ちょっと今日の試合は大丈夫かなというところを昨日の動画で言ったかなと思うんですけども、私が本当にポンコツでございました。平健太郎様申し訳ございません。今日は本当にコントロールも良く、ビタビタな投球で、球数も少なくですね、8回まで投げて、9回のバウンドも投げてですね、今までプロをね、最長が8回3分の2といったところだったんですけども、今日は9回きっちり投げて完封勝利というところをしてくれました。もう本当に素晴らしいですね。もうダブルタイラーには頭が上がりませんね。これで、本当に素晴らしい防御率も0点台でございます。はい、それでは最後にメントスカドコ選手を決めまして、今日の動画は終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日のメントスカドコ選手はもちろん、プロ初完封平選手を相手にしたいなというふうには思ってます。ベントスカートの方ね、おめでとうございます。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。明日から大事な議員のね、試合決める阪神ですの勝っていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもですね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。はい、それではお疲れ様でした。さらば。
うちに秘めた思い、一打にかけろ、走り出すその先には大気の夢がある、かっ飛ばせ、関根。